浅草今藩は、株式会社今藩と株式会社公共の2社で運営されている日本料理店浅草今藩グループである。1895年創業の日本料理店今藩を母体として株式会社今藩は国内産黒毛和牛を主体にした生肉の加工販売、牛肉つくらにの製造販売、全国のデパートなどでの牛丼採事販売、 弁当事業等を株式会社公とはすき焼きを中心とする日本料理割烹を浅草で運営している。スローガンは、道、今田半ば。国際通り本店船橋工場で製造した海花丼の国食品衛生法で規定されたアレルギー特定原材料の表示が欠落していたため、2005年5月27日に株式会社へ半の商品回収社国が 掲載された。国民生活センターのホームページにも記載されていた。2011年3月11日に発生した東日本大震災と東京電力福島第一原子力発電所事故を原因とし放射性セシウムを含む稲わらを餌として与えられた肉牛が出荷に至った問題が同年7月14日頃から拡大する中で一部の 生肉店舗で取り扱った生肉の一部に公表された肉牛の個体識別番号に該当するものが含まれており、自社と百貨店のウェブサイトで情報が公開された。国民生活センター謝罪文。ありがとうございます。